こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、昨日のですね、WBSC、侍ジャパンが韓国に逆転勝ちして初優勝しました。そのことについてちょっとお話したいと思います。昨日ね、テレビで韓国に逆転勝ちして侍ジャパンが初優勝ということでございます。非常に稲葉監督のね、男泣きして、本当にここに稲葉監督の、話ありますけど、選手がね、諦めない気持ちでやってくれたので、必ず逆転できると信じた、その信頼関係がすごいですね。これもやっぱりこういうのを私たちを見習ってですね、絶対に諦めないというそういう姿勢で、こういう厳しい、こういうね、商業界でございますけど、頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。